回顧録はね、はい、どうしても安倍さんのね、安倍晋三回顧録は取り上げざるを得ないですね、はい、安倍晋三回顧録の衝撃、うん、桜井さんと橋本五郎さんのね、はい、対談、まあ五郎さん、実際にインタビューした人ですから、そうです、ね、はい、面白かったですよね、はい、印税は本当は4人で分けるはずだったんですね。あ、なるほど。昭恵夫人、うん、それから、五郎さん、うん、それからもう一人読売の人、うん、それから北村茂さんが、うん、まあ、ずっとインタビューに立ち会って、なるほど、いろいろそのチェックしてくれたんでね。なるほどね。で4人で分けると、うん、だから北村さんが辞退したんですね。あ、そうですか。それで昭恵さんに、まあ、半分行って、はい、あとの4分の1ずつを五郎さんと分ける、はい、15万部ですからね、すごいですよね。いや、これ全然いくでしょうね、うん、50万部ぐらいまでもしかしたらいくんじゃないですかね。50万部いかないかもしれないけど、うん、まあ、20はいくな、30はいくかな、はい、うん、だって Kindle で買ってる人もいっぱいいますからね。あ、まあそうですね、はい、そうそうそう、だから最初手に入らないから、うん、みんな Kindle で買ったんですよ。そうそう、うん、はい、そうですよね、うん、今もう本屋さんに並んでますけど ね、最初なかったですけどね、はい、うん、で一緒に安倍晋三メモリアもぜひ買っていただきたいと思います、はい、これもまた素晴らしいんですから。そうですね、もうハガキすごいんです。ハガキ来てもでもお年寄りが多いんだけどね、買う人は、うん、でもみんな感動してるね、あれはね、はい、うん、この回顧録もすごく、まあ、僕らは面白かったですね、うん、まあだからこれは橋本さんも言ってるように、はい、その安倍さんが生きてらしたら、はい、ここまでの内容は出せなかっただろうと。あ、なるほど、多分ゲラチェック ね、 そうですね、習って跳ねる、うん、やっぱり、ね、削るからね、はい、だから、まあ、亡くなったから、まあ、なんていうの、話したことが全部出せたけど、うん、そうですね、もしご存命だったらこの全部は出せなかっただろうって、まあそうだろうな、うん、それはな、はい、だって、うん、トランプなんてもう一回出るかもしれない。まあ出るって言ってるわけじゃないですか。ね、でもトランプはあそこまでね、ちょっとちょっとバカにした感じのイメージもありますんでね。うん、まあね、はい。だからちょっと削ったんじゃないですか、ね。だけどトランプ大統領は本当に安倍さんの言うことをよく聞いたんだね。そうですね。振動って、ね、頼りにしてたというかね。そう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 。とかね、うん。オバマが意外に。なんていうかな、堅物っていうか、やっぱりそう、物分かりが悪いっていうかな、はいはい、うん、意外にでもないんだけど。そうですね、ボルトンの回顧録っていうのがあって、はいはいはい、ボルトンがトランプと一緒に行った時に、はいはい、なんだかんだこうトランプを説得しようとしても全然ダメだった時に、うん、やっぱ安倍が動いてやってくれたっていうのをボルトンがすごい書いてたのが、今回安倍さんの回顧録で裏が取れた形なんですよね。そうそう、あ、そうね、やっぱり安倍さんが言ったことを、うん、だったらトランプが聞いてたとか、うんうん、あと安倍さんが言っても聞かなかったことが、うん、まあ米朝会談とか、うん、そういうところとかもあったりとか、そうそう、なかなかそう、裏が取れたな、機微に触れてますよね、はい、そうです、うん、それから、まあ、広島、オバマの広島訪問と、うん、それから安倍さんの真珠湾訪問を、はい、うん、まあ、一緒にしてやろうというのがオバマの思惑だったんだけど、はい、それはダメだと言って、はい、まあ、だけどちゃんと後で安倍さんは真珠湾に行ってね、はい、そうですね、うん、というところとかね、なかなか面白かったですね、うん、ずらしてるっていうね、うん、はい、すきや橋二郎に行くって言ったら、なんかあれ、あの時ハリス来た、あの時ハリスは来なかったか、来ないか、ちょっと覚えてないです、はい、誰だっけ、秘書官かなんかの人も、はい、俺も行きたいって言って追加になったらしい、はいはい、でもすきや橋二郎行っても最初にオバマは食わないで、はい、なんて車の輸入をもっと増やせっていうクレームつけてるわけですからね、安倍さんちゃんとここの辺頭よく整理されてるなと思いましたよね。そうだね、左ハンドルを、うん、そうそう、名車は押し付けようとしてるから売れないですよという、うんうん、CM もしないし、はい、モーターショーにも出て出してないじゃないかと、はい、5の根も出ないよね、オバマが黙ったっていう、ね、まあ、でもちゃんとそれ多分アメリカ側から言われるだろうってことは、あ、まあね、ちゃんと勉強してた、まあ、まあそうでしょうね、でしょうね、すごいなって思いますよ。そうそう、はい、なかなかね、いや、これ100点の回答だと思いますね。あ、まあそうだね、本当に、はい、だからもう何も言えないですよね、はい、うん、橋本さんが言ってるんだけど、なぜ回顧録を出さなければならないのかっていう点で、
まあ、安倍さんをまあ説得したというか、うん、本人もまあそういう気持ちだったんでしょうけど、安倍政権は多くの政策で国内の非難世論を二分し、賛否両論を巻き起こしました。しかしなぜそうでありながら在位日数が歴代最長を超えて続いたのか、その理由、秘訣をご本人の口から語ってほしいと、うん、しかもまあ大体がその解雇力というのは、何十年経ってから時間が経ってからですね、わけだけど、はい、まだ関係者が生きているうちに出してほしいと、うん、いうことですよね。それはそのアメリカでは退任後すぐに出されることが多いんだけど、日本だともう何十年先だから、はい、もう周りの人死んじゃってるから、はい、なんか別に誇張したり、うん、まあ、嘘とは言わないけど、はい、言ってもとがめるだってチェックできないですよね、はい、だからそういう意味ではやっぱりその早く出したっていうことはすごく意味があるんじゃないですかね、はい、これはあの日本もそうすべきです ね、まあ、そうだね、やっぱすぐ政権を総括して、そうそう、やっぱ新しい国づくりに持っていくための、うん、解雇力っていうか記録としてね、そうです、残るべきですよね。そうだと思います。これからなんかそういうあれになるといい、習慣になるといいと思いますけどね。そうですね、あのアメリカは、うん、あのトランプの政権離れた人はどんどん解雇力を出してるんですよ ね、はい、そうそうすよね。あれによってやっぱりすぐ検証されるし、うん、やっぱあの政権がちゃんと運営されてたかっていうのが貴重な記録ですから、うんうん、やっぱ全部どんどん出すべきだと思いますね。そのように持ちかけたら安倍さんも同意してくれましたと、はい、歴史に対する責任や書き残すことの使命を安倍さんも感じていて、並みならぬ覚悟で取材に臨まれていましたと、はい、そこにまあ北村さんがまあ資料担当として全部チェックしたり、資料も持ち込んだり記録も持ち込んだりしてやってるわけだから、なかなかこれはやっぱりその僕らはまあうちでやりたかったとか言ってますけど、大きな組織じゃないとなかなかできませんよね。これただ思い出話聞くだけじゃないですからね。北村さんが聞いてるでしょうね、あのこの作業が。そうなんですよね。ね、安倍さんも勘違いして覚えてるかもしれないですよね、時間が経ってると、ね、はい、逆だったとか、うん、それからまあどうしても人間だからね、はい、そうです、自分を正当化するような方向にいかないと安倍さんだって限らないわけだから、そうですね、それは非常に、いいあれでしたよね、はい、そう思います、うん、だから貴重な記録だよね、はい、でも岸田さんが次に解雇録出したら誰か買うかなっていうのはちょっと分かんないけどね、まあ、まあそうですね検討したっていうのが何回入るかっていう検討加速したっていうのは何回入るかっていう、はい、いやでもこれは非常に意味のある、うん、なんていうかベストセラーです。みんな記録 で、 そうです、ね、ベストセラーになって非常にいいことですよ、はい、皆さん読んでくれればね、はい、増税っていうのも何回入るかっていう感じですね、うん、岸田さんだったら増税っていうもう岸田さんはもうネット上で遊ばれてるんですよ、うん、すぐ今日は天気がいいですね、うん、増税しようかとかそういうふうに全部増税なんですよ、はい、2文字浮かびました増税ですとかなんかもうそういうふうにもう遊ばれてますよ、うん、はい、最後増税に持っていくっていう、うん、はい、菅さんのインタビューしました、はい、まあでも菅さんはまあ後継の問題とかなんかについてはもう懲りたと、はいはい、とにかく、はい、言わないと、はい、もうこうおっしゃってですね、はい、だ、はい、ただ元気病気とかなんか言われてましたけど元気でしたよ。あ、そうですか。で今でも腹筋200回、うん、毎朝やってるっていうし、うん、散歩も、はい、毎朝5時にして腹筋100回だ、100回ごめん、はい、とかね、腹筋100回すごいですよね、だけど、はい、うん、それも元気なんだよな。まあ次のは誰かとか、はい、そういうことについてはもう言わないと、はい、経験上その話はもうしないことにしたんで、はい、なんか言われちゃって、はい、それ以上追及できませんでした、うん、なんだよと言われそうですけど、はい、いろいろ揺さぶりかけてるけどなかなか口割らなかった感じがしますね。でまあいろんなことをしゃべっ聞いた中でちょっと面白かったのは少子高齢化の話で、はい、伊藤忠商事の話を、ね、出しててこれ面白いなと思って、はいはい、これ知らなかったですね。伊藤忠商事はこの出生率2倍になったと、はい、この10年で働き方改革によって、はい、どういうことかというとその午前5時から8時までに働き始めると朝方勤務を取り入れて社員は午後4時頃に帰宅することもできると、うん、早く来れば早く帰っていいと、はい、
また午後8時以降の残業を原則禁止、社員に遅くまで仕事をさせないなど、独自の働き方改革によって見事に出生率が改善した、はい、すごいなと感じました。そうですね、こういうことがまああるんですね、やっぱり。そうですね、うん、まあ、業績も良くて、はい、給料も高い会社なんで、はい、ね、うん、休みさえ取れれば、うん、子供はできるということなんでしょうかね、うんうんうん、家で過ごす時間が長ければね、うん、はい、そう、菅総理は育児なさったことあるんですかって言ったら、正直私は全然でした、はい、今女房に言われていますよ、はい、先日コミュニティ FM のラジオ番組に私の元秘書と地元の市議会議員と出演したのですが、私の家で一番驚いたことは家庭の誕生日会を朝食の時にやっていたことだと言われてしまいました。これ僕もね線引きました。珍しいなと。そう、朝飯のところに誕生日、まあ、夜は帰ってこないから、帰ってこないから会合とか、ね、朝のうちにやっとこうと会食とかありますからね、はい、朝誕生会やれてもな、うん、まあ、ここ初めて来ましたね、はい、こういうケースは、うん、菅さん、まあ、はい、でも次の政局の、まあ、キーマンであることは間違いないですからね、はい、あの健康に気をつけて、まあ、はい、頑張ってほしいと思うんだけどな、うん、いや誕生日、あのね、今日は子供の誕生日なんで帰りますって絶対言わないんだろうなと思って朝や朝朝やって朝やって朝ケーキ食ってくるのかっていう感じですね。甘いの好きですからね、はい